今日の時間です今日は「音楽で表現する命と永遠」と題し作曲家権田彦さんは1965年の生まれ高校を卒業後にカトリック教会で洗礼を受けました東邦学園大学と大学院で作曲を専攻光の十字架 祈りの音、無量光、無量寿、無限の光と命。など、信仰を表現する作品で、国際的な賞も受賞していらっしゃいます。権大さんの信仰は、どのような音楽になるのか。聞き手は、鈴木賢治ディレクターです。 権イさんの作品の題名に非常にキリスト教的な感じのするものが多いものですから一応ぜひこの宗教の時間でお話をお聞きしたいと考えた次第ですまあ子どもの頃からピアノを習ったり音楽に身近な環境にはあったんですけれども特に宗教音楽を聴くのが好きでして珍しいですねマタ <laughs> まあ体重難局だとかあとのレクイエムだとか そういいったたものも聞いてましたし舞泉敏郎さんの「涅槃交響曲」っていうのに出会ったのは私に特に衝撃的でした、まあ、その頃私あの指揮者の小沢誠二さんにとっても憧れてまして、はい、彼は現代の音楽もたくさん主演なすってその中であのメッシアンオリベェ・メッシアンの作品特に小沢さんは積極的に演奏なさってた あの捕虜になった時に収容所で作った曲っていうのはありますよねありますねあの世の終わりのための四終奏曲私あれに非常に歓迎したことありますあの僕がそれに出会ったのはおそらく小沢さんの「メッシアン」を聞いた直後だったと思うんですけども私も大変それは感銘を受けた覚えがあります、うん、まあそんなことがあって音楽に導かれてカトリックに入信したというかあの洗礼を受けるに至ったというふうに申し上げることができると思うんです 権イさんの作品は曲名がキリスト教的であるというだけじゃなくて、しばしばカトリック教会の聖堂というようなところでですね、宗教的な建造物の中で演奏されることが多いです、ねえー、そうですね。まあこれも本当に私の原体験が、まさにその小沢政治指揮するところのメシアンのオペラ、聖アッシジのフランシスコの日本初演が行われた東京カテドラル聖マリア大聖堂。ああここで私、立ち会うことができまして、 その時のやはり原体験と申しますかこのような空間で自分の音楽が演奏されるとどうなるんだろうかってことを常に想像しながらその後自分の音楽を紡いでいったというふうに言えると思うんですそれほどやはりその宗教的な建造物、まあ、特に東京カテドラルのあの本当に美しいそして残響といいますか反響といいますかもう全てがこう天に そこに集まった人たちを聞き上げてくれるというのはそういう空間体験といいますか。そういったものがやはり私の作曲のベースにあると思います。丹下健三さんですよね。そうですね。もう丹下さんの傑作中の傑作と申しますが。うん、私も本当に世界中の教会建築見て回るのが好きで見ましたけど、やはりあれほどこう体感するっていうんですかね。体感的な建造物っていうものは他に出会ったことがないんです。ですから本当に私のイマジネーションの宝庫と言えると思うんです。 それではここでちょっと権大さんの作品を聴かせていただけますかそうですね。もう34年にわたって作曲を続けてきましたけどもまあその集大成といいますか私が昨年末にまさにその東京カテドラルのためにそこで演奏されるべく作曲をした作品がございますのでこんな音楽を書く作曲家だということでまずは聞いていただければと思います。 これタイトルがどういうふうに発音していいのか自分でも困ってるんですけども矢印が3つありましてね最初が上を向いた矢印まあ仮に上皇と名付けますそして第2楽章がですね今度は逆に下降する矢印そして最後の第3楽章が真横に直行するそのまあ3つの楽章からなった作品なんですけれどもこれはあの歌詞がございまして すべてエレミので,取られておりま,すでまずその最初の「上皇する」部分っていうのはまさにその深い淵から神の名を呼ばわり救いを求めるというような箇所がそして第2部の「下皇する」箇所では神が天から我々を見届けそして我々は常に涙を流すという、まあ、上から下へこう向かっていくということが表されていてそして最後は「 私の日は満ちるという神が宣言して、最後で終わりの時が来た終わりの時が来たという完成に向かっていくというようなそういった三楽章からなっておりますけれどもその、まあ、ちょうど一部から二部へ移る移行する部分を聞いていただければと思います。 私あの、東京カタラルでは、バッハコレゲーム、さんあの演奏とか聴きますと、非常にあの反響が大きいんですね、うん、そうですね長いですね。<ー><の>これは音楽の演奏には向かない建物ではないかと思ったんですけども、権内さんは非常にポジティブにその反響を受け止めて、曲を作ってらっしゃいますね、えーえーえー、そうですね。 音楽と言いますとね必ず時間の上に展開されていくもので時間の流れってことからは逃れられないんですけれども私の場合はあの残響というものを音楽があの空間の中に堆積していく時間が積もっていくっていうふうに捉えましてそれによってある種の磁場音によるその磁場っていうものをあの空間の中で形成するそういうふうな音楽の捉え方をしましてですからその音楽は流れていかないんです。 どん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 あそこにこう溜まっていく蓄積していくどんどん積み重なっていく<ー>そしていつの間にかそこに磁場があってそれが聴衆を取り囲んでいくっていうなそういう音体験っていうものをあそこで実現させたかったということなんですねですからもうまさにあの空間がふさわしいといいますかなくてはならないそうかいや音楽って言いますとね <laughs>、ええ、時間の流れであると。ええ 空間的音楽っていうのはですね、ええええ、初めて聞いたんですが、ええ、一種の磁場だとおっしゃった場所っていうことは非常に場所です、ええ、あるいはその音をどのようにこう配置していくかっていうことですかね流れというのとは全く違う音楽の在り方っていうものを僕は音楽に求めてるんだと思いますかつてカテドラルでご自分の作品の、うん 言ってみれば古典やっってらっしゃいますよね、ええ、やはり最もその自分の音楽が演奏されるにふさわしい場所であるっていうことで、まあ、自分であそこの会場を借りまして自分の作品だけで作品古典っていうのをやったことありますけどまあうまくいった点とまさにその壮大なその残響のためにうまくいかなかった点と、まあ、もちろん私はあの空間をイメージしながら作ってはいますけどもう,うまくいかなかった点も多々ございましたけど さんの建築というとですね、ええ、オリンピックなんかに使われているこの NHK のすぐ近くのあれ体育館ですかです、ね、あれをもっと垂直にしたようなのが東京カテドラルるほど天に向かってそうような建築で、ええ、中でもそれは非常に印象的ですね、ええ、今垂直とおっしゃいましたけども私も音楽は時間で水平に流れるものではなくってまさにその垂直に例えば私の心の中とあるいは聴き手の 心の中と神というか、うん、超越したものとが。本当に垂直にこう結びつくようなものだと思っていますので。だから私にとってあの建物っていうのは、まさにその自分の音楽の理想をこう目に見える形で。表した建築なんですよね。今あの神とおっしゃる人ゃ。ちょっと不用心に使ってしまいましたけど。もゴ権藤さんの作品には神キリスト教ばかりじゃなくて。 明らかに仏教にもご関心が広まってるんじゃないかと思われるような曲名のついた曲もありますよね、ええええ、ここ20年ぐらいですかね、まあ、作曲を30年続けて20年っていうと、かなりのパーセンテージですけども、はい、きっかけがございまして、ちょうど2000年のミレニアムの年にですね、うん、私、商名、仏教の、商名のために作っ仏教のグリゴリア生活みたいなんですよね。そ、ええええ、そうですそうでですす その天台と神言の照名集たちのグループから作曲の一色を受けましてその時は本当に最初の試みだったものですから藤沢の遊行寺に伝わるそのおめっとっていう儀式お,、まあ、おめっとってのは火を滅するってことで、うん、火を滅するそしてそこから新しい火を起こすっていうまさに死と再生を象徴するような儀式が行われてるんです。でそれと ちょうどそのミレニアムの年だったものですから、キリストの死と復活、あるいは復活祭で、まさにキリスト教がそのろうそくを一本ずつ消していって、そして暗闇からまたそこに火を灯して、次の新しい命を生んでいくっていう、その儀式とがオーバーラックしまして、じゃあその二つを重ねてみようということで、その時最初にその賞名の曲を書いて、<ー>その時は実はですね、お坊さんたちに、アレルヤっ っていう歌詞をお唱えしていただこうというふうに僕企んだんですけども、それはちょっといろんな理由で実現しませんでした。<laughs> やはりその時は平行線というか、仏教は仏教、キリスト教はキリスト教というような結果になってしまって、交わる点がなかった。そんなことがまず最初にございまして、そしてその2年後に、正倉院に、 断片が残っている楽器ですね、うん、あの断片をもとにして楽器を復元するっていう授業がございましてその復元した楽器と照明集とそしてヨーロッパの音楽も一緒にした作曲を依頼されましてそれでヨーロッパのいろんなそのカトリックの聖堂でそれを演奏するというプロジェクトがございました<ー>そのためには私新曲を依頼されまして今度こそは交わる音楽を作ろうと <laughs> 仏教もキリスト教もすべてが融合して交わっていくような音楽を作りたいと思って2002年に作曲いたしましたこの曲はあの無量光無量寿無限の光と命という曲なんですけれどもこれもちょっと聞かせていただきますかそうですねこれやっぱり三楽章からなるんですけども今お聞きいただくのはこれの最終章第三章でスカーバーティ サルベレジーナっていう副題をつけまして、スカーバーティっていうのは最宝浄土のこと、浄土教で阿弥陀仏、その阿弥陀教と、それからグレゴリオ聖歌のサルベレジーナ。<laughs> このサルベレジーナっていう聖歌は一日の終わりにね、 ちょうどこう日が西に沈む時に一日の感謝とそして明日への希望を託すようなそれをマリア様に祈るそういう成果なんですまさに裁縫阿弥陀を向いて阿弥陀経を唱える照明集とそしてサルベレジーナを歌う成果とそこにオルガンと復元された楽器が織りなすキリスト教も仏教も混然一体となったそういう作品を動く一部ですけども聴いていただきたいと思います。 正名っていいますとね、普通は仏教の儀式で、教文を漏洩すると言いますか、漏洩するって言いますか、一種の声楽ですね、ええ、あまり楽器は使わないそうですね、グレゴリオ聖歌もユニゾンでですね、ええ、楽器を使わないのがまあ本来の儀式で、おっしゃる通りで、確かにあの正名あるいはグレゴリオ聖歌の醍醐味っていうのは、その声が微妙にずれている。 ずれることによって音符の波が生じるところにあると思うんですけどまあそこに確かに楽器を持ち込むっていうのは邪道といえば邪道なんですけどでも聞いてみますとオルガンっていうのがですね、ええええ、近代さんの作品の場合には非常に大きな役割を果たしているように思うんですがそうですね 今日ここでお聞きいただいた2曲ともやはりオルガンというものがどうしても中心にありまして、まあ、それはやっぱりカトリックの聖堂のということと切り離せないしキリスト教音楽の権ンでもあるようなやっぱりオ,ルガンオルガンですし私自身も若い頃は毎日曜日教会でオルガンを弾いておりまして私自身の楽器と申しますかね自分の言葉としてのオルガン特にオルガン演奏でいわゆる即興演奏っていうものが。 私にとっててはかけがえのない体験でして例えばミサならミサでその場で直前に聖書の朗読なんかが行われますそしてその神の言葉を聞いてその言葉によって自分がどのような音を返していくかそれは神に返していくあるいはそこの場に返していくそこに集まった人たちに返していく。 カトリックのミサであれば入祭賞から始まって信仰告白があってそして生体配慮という頂点に向かっていきますよねその流れの中でその流れを支える底辺でそれこそがオルガニストの重要な役割でもあるし私にとっても本当にオルガンを弾くってことの醍醐味だったわけですヨーロッパでは大聖堂建物と楽器っていうのは一体ですからねオルガンの場合はもう切り離せないもので。 あのゴシックの教会にあるあのカバイエ・コールなんかのオルガンっていうものを考えると日本におけるオルガン音楽っていうのは入り口に差し掛かったのかあるいは日本という土壌にね全くヨーロッパとは違う形のオルガン音楽っていうものを作り出すべきなのかことオルガンに関してはその問題は非常に大きい問題だと私自身も思います。 まああの照明とオルガンを組み合わせるなんていうことはおそらくです欧米の人はまずいやそれはもう私自身自負してるんですけども絶対こんな作曲家はかつてもいなかったし今もヨーロッパにはまずいないだろうと日本のやはり私だからこそ書ける音楽であるというのはあの私も自負してるところでございますそういう意味でもですね「照明とグレゴリオ聖歌のこうするような曲を聴いてますと 本来さんの場合にはキリスト教とか仏教とかを超えた宗教的な感性というようなものが、うん、やっぱり曲の中に流れてるようううに思うんです、うんうん、そうですすそね私入り口はキリスト教だったのは確かなんですがそれに導かれてカトリックに入信しそしてそれからずっと音楽を書き続けていく途上で、まあ、仏教にも出会いそして今これからの私の夢も語るとすれば。 やはり音楽家である以上音でしか表しえないものを作りたいと思っていましてそうすると何が一番敵対的であるか邪魔であるかっていうとそれやっぱり言葉なんですよん、私にとってはそうなんですね。で私はやっぱり言葉人間で 自分が音楽を作る時も、まあ、先ほどその空間と言いましたけどもやはり空間を人間が認識したり意識したりするのも自分で振り返ってみるとやはり言葉でどこか捉えているところがあってこれまでお聞きいただいた曲も「エレミアの愛歌であったり「阿弥陀教であったりっていうふうにやはりテキストってものをベースに音楽を組み立てていったんですけども目指すところはその言葉の世界以前のもの。 言分け以前の世界ってものを音楽で表せればというふうに今夢を描いてるんですね。それは必ずしもその言葉を自分の音楽から排除するってわけでもなくてやはり言葉をもしかするとベースにするかもしれないけれどもしかし私が目指しているところはその言葉を超えた音世界ってもので何かその超越したものと自分の心の中ってものが結びつくようなそういう刹那。 それを音楽のの時間の中に作り出したい非常に矛盾してるかもしれないんですけどもまあ音楽は今日最初に申し上げたようにやっぱり時間軸時間の中で展開していくことからは逃れられないわけですよね宿命ですけれどもしかしその時間軸の中で順序よくその時間を追っていったどこかの刹那にもしかすると無時間的なあるいは無言語的な何かその音磁場 そういったものがそこに偶然的に生成してそしてその瞬間に何かその永遠とか何か超越したものと直接結びつくんじゃないかそれがもしかすると永遠っていう概念でもありあるいはもしかするとそのかもしれないそれを切り取った音楽時間の中で有限の時間の中で無限を見出す。 っていうようなことが、おそらく自分の音楽を作っていくテーマなんだと思うんです、ね、あだんだん現代音楽みたいに難しくなってきましたすそうですか。<laughs> いや、無限の存在というものに対する思考っていうのがあって、そこに有限な人間としての自分というものですね。そうですね。その、あうん、まあ、なんていうかな、生と死といいますかね。えー、そ,うそういうものに対するご関心なんですか。全くおっしゃる通りだと思います。やはり私たちは有限なんですよね、存在として。必ず死がある。 音楽も必必ずず始めがあり必ず終わりがあありり終わるその切り取った有限の時間の中でこそ見いだせる無限言葉を言い換えればエクスタシーと言えるのかもしれないけどもそういう瞬間というか刹那っていうか刹那イコール永遠なんですけども私の中では音でそれを作っていきたいできたらいいなというのが常に思っていることです。あの とうこの23年のコロナ禍っていうのは音楽家特に演奏家たちに与えている影響っていうのは深刻だと思いますけれども、えー、作曲家権大さんの場合はどうなんでしょうか、えー、私もそれはね価値観が転覆したというか一例を挙げますとベートーヴェン作曲の大工「大九交響曲」あの修学賞はシラーの詩で「<laughs> ディーゼンクスティア・ガンツェンベルト」 大声でで歌うんですよねこの口づけを全世界にっていうふうに大合唱で歌うコロナ禍でそれをやっちゃうと人の命を奪いかねないようなことになるっていうこういう事態に直面したわけですよね我々は。合唱なんていうのは最も危険な行為だっていうふうにやり玉に挙げられてそれによって「大工交響曲」っていうのはまあ私の中でも普遍の価値を持った作品だと思っていたものでさえ このコロナ禍でもろくもガラガラと音を立てて価値が崩れていったようなところがあって合唱活動っていうのはなかなか再開できなかったその中でも合唱団の方たちに何かやっぱりこの時期だからこそっていうので曲を書いてほしいということでまあ自分の中での大工の崩壊する体験もあったもんですからどうしてもその穴を埋めたいっていうこともあって自分の心の中のそれでまあいろいろ考えた挙げ句結果的には いわゆる合唱で声を合わせることというよりは先ほどの話にも通じるんですけどもやっぱり個人的な祈りとして個人で歌うということと直接垂直的に何かその超越したものと結びつくというようなそういう祈りの曲を書いてみたいと思ったんですね。でそれがたまたまそこでまあ合唱というなら合唱何人かが集まって歌うことによって。 あるる種ののハーーモニーっていうももが形成されるかもしれない偶然的にしかしやはりそれは個人的な個人と何か超越的なもののつながりのなんていうんですかねこう倍数っていうんですか倍それがこう2倍3倍に広がっていくっていうようなことで合唱を捉え直してそれで作った曲が「祈りの交換」って「光の輪」って書いてこれは「コロナ」っていう読み方をなるほどの一つの,その記憶として、ね、残したいということで昨年書いたんですね。 それともう一つはですね、ごく最近三月十二日に初演したばっかりなんですけども。ビオラとピアノのための無言のコラール集というのを、私作曲したんですね。コラールってのはもともと。え、歌う。もうあの賛美歌ですから、教会に集まって大声で神に向かって賛美の歌を歌う。しかし礼拝もミサも厳しいという,ような状況にあって。では、何ができるかってことで。声に出して歌うのではなくて。ビオラとピアノ。 という声ではない音に自分の心を託して音に結晶させて心の中でそれを歌うそうすることによって声に出すよりはその音っていうものは体の中に染み込んでいくんではないかそうするともしかすると私がさっきから舞踊人にもあの使ってるその神だとかそういったものもどこか心のその先に音の先に何か心の中でほっとこう見出すものなのではないかなというような 気持ちも込めましてビオラとピアノのために無言のコラルを書き上げたところですコロナも大変ですけれども今ロシアのウクライナ侵攻、ねええ、重大な危機に私たち直面していると思いますが。ええ 音楽家の世界にもですね、いろんな影響が出ているようですね、権田、ええええ、さんはロシアでのご活躍、ずいぶんありますよね、コンクールの審査員とか、ええええ、マスターコースの指導とか、もちろん作品の講演とかですね、ええ、すねこの事態をどんなふうに,お考えになりますか。私は、ね、これほど身近に感じるとは思ってもいなかったんですね。と申しますのは、 ここ数年ほとんど毎年のようにロシアに行っておりますけども今年も2月にソチというところで盛大な音楽フェスティバルが行われて、まあ、そこで新作を発表してき、まあコロナのこともあったもんですから演奏会だけを済ませてすすぐにに日本に帰国したんです私が滞在している間にはまだ戦争の気配というか。うん もちろんそのニュースではロシア軍が国境に集まってきてっていう話は聞こえてはいましたけどもそのフェスティバルの関係者も全くそういうことは予想もしなかった全くそんな雰囲気は感じられなかった平和のうちにフェスティバル時代は終わって私が本当にもう帰って直後ですかね、うん、私がまだあの検疫でホテルで缶詰になってる間に戦争が始まりまして。 ロシアの素晴らしい優れた音楽家たちいい友人たちと素晴らしい音楽会を行ってきた直後だったもんですから自分としても非常に複雑といいますかまだどういうふうに捉えていいのかわからないというような状況にある、うん、と同時にやはりウクライナにも親しい友達たくさんいますしウクライナを代表する作曲家でシルベストロフさんっていうもう80いくつかの作曲家の方も私の知り合いでいるんですけども。 まあ彼は最終的にはキエフの家を自分の作品も全部そこに置いたまま気のみ着のままで逃げ出したっていう話を最近聞いたばかりです。ロシアにもそしてウクライナにも非常に親しいそしていい音楽家たち仲間がたくさん私いるもんですからうんなかなか私の中でも複雑としか今言いようがない。たたただ私私はは例えばロシアででを呼んでくれた音楽家たちは 政治ととととかかか宗教とか民族とかそんななことは全くく関係なく私の音楽をを認めてくれて私を招いてくくれれ私私招いたも彼らの音楽が素晴らしいからそれに応えて作曲もするしそしてロシアに行って初演の演奏会に立ち会った、うん、もう本当に一人の音楽家として選ばれそして一人の音楽家として参加したというそれ以上でもそれ以下でもないというふうにしか今申し上げられない。 コロナといい戦争といい現代音楽の世界にも今後引き続いて厳しい状態がおそらく続くんだろうと思いますが権大、ええ、さんご自身はご自分の音楽についてこれからどんな展開を考えてらっしゃるんでしょうかそうですね今日最初に鈴木さんがお話になった「メシアンの世の終わりのための四重奏曲」これはまさにさっきの第二次世界大戦の最中にメシアンが捕虜となったその収容所で作曲され 上演された曲なわけですよね。そういう厳しい状況があのような凄ましい強いパワーを持った音楽を生んだっていう事実もあるわけですよね。そうすると今のこのような状況にかにあって、作曲家に限らず芸術家たちがどのような作品を生むべきなのか、この状況がどういうふうにその自分の中に影響を及ぼし、作用し、それによってどのように方向性が 変変わわるののかからないのかその辺も私今複雑だっていうことでそれ以上のこと今言葉にならないと申し上げたんですけどもではこの複雑な言葉にならないこの気持ちを今は正直に何か音に託して表現するしかないのかなと今思っってていいいますそういう音を探っていくべきなんではないかと今思っています。